J1 横浜 FC の FW 小川光輝25が覚醒モードで森安ジャパン入りを猛アピールだ。小川は24日に行われた湘南戦レモン S で先発すると2ゴールと大爆発。開始12秒で1点目を決めると、後半38分には左 CK を豪快ヘッドを突き刺した。この試合は日本代表の森保はじめ監督が視察に訪れた。1点目は間に合わなかったが、2点目は目の前で決めてアピールに成功した。小川はその2点目について、湘南さんがすごくタイトにマークついてくるということで、前日練習からしっかり対策を練ってやっていた。それが形になって、セットプレーから取れてすごく嬉しい、と胸を張った。そして、このまましっかりと得点を取って、得点王もいけるように頑張っていきたい。昨季 J2 で得点王に輝いた男が、今季は J1 でタイトル奪取を宣言した。小川は東京五輪世代のエースとして森安ジャパンでも活躍していたが、五輪本番は無念の落選。紆余曲折を経て復活した大輝にファンやサポーターからは今後を期待する声が続出。小川光輝がここまで復活してるなら、今からでも遅くない。海外行けるし、日本代表の1トップもできる、など、代表で長年懸案となっている1トップ抜擢を待望する声が続出した。恩師である森保監督の前で猛アピールを果たした小川が新チームの代表で躍動するか。